ガルボは日本の競争馬である。馬名の由来はイタリア語で礼儀正しさ、優しさ。主な勝ち倉は2010年新山記念、2012年東京新聞杯、ダービー競チャレンジトロフィー、2014年函館スプリントステークス。デビューは7月26日の札幌芝1800メートルの新馬戦。5番人気だったが直線伸びず9着だった。 その後2戦挟んで11月21日の東京の芝1400メートルの未勝利戦を人気に応え、初勝利を果たす。そして、一勝場ながら GI 朝日ハイフューチュリティステークスに出走。12番人気ながら、結果4着に検討。初戦の新参記念を先行し、直線抜け出して1着となり、重賞初制覇を果たす。管理する。 清水秀勝調教師にとってもこれが、重傷発制覇となった。この後トライアルを使わずに、サツキ賞に直行するも13着。ダービー出走をやめ、マイル路線に変更する、モエチ h k マイルカップは15着、ラジオ日経賞は8着に敗れる。休養を挟んで、秋以降の重傷は、富士ステークスは3着、マイルチャンピオンシップは15着、阪神カップは4着に敗れる。 発戦して最高でも2着が3回と前線するも一歩で勝利を逃した。初戦のオープン特別のニューイヤーステークス2着の後、東京新聞杯は先行抜け出して、重賞2勝目は2年ぶり16戦ぶりの勝利となった。この後半球杯は5着になるも、ダービー今日チャレンジトロフィーは直線差し切って、重賞3勝目となった。6月3日の安田記念では、 中段から足を伸ばしたが、ストロングリターンの5着に敗れた。富士ステークスは前目で、競馬するものの6着となった。その後マイルチャンピオンシップは16着、阪神カップは2着だった。発戦するが阪神カップの2着が最高だった。2014年に入ってからも勝ちきれないレースが続いていたが、6月の函館スプリントステークスで久々の勝利を挙げる。 10月のスプリンターズステークスは16着と大敗し、休養に入る。2015年11月のキャピタルステークスで復帰するも18着に終わり、現役を引退した。当初は、中時デーファームで乗馬になる予定だったが、関係者の尽力により一転して、アロースタッドで種ボバ入りすることになった。2016年からアロースタッドで種ボバ入り。 初年度2017年3が5等、2018年3が7等。2020年5月28日、名古屋競馬第 2R でコッヘルが勝利して3区の初勝利を挙げた。2021年4月10日、中山競馬第 2R でロイヤルダンスが勝利して3区の JRA 初勝利となった。祖母の兄に重賞3勝のスターマンがいる。また四大母系からは、 重症二勝の都市グリーンがいる。ありがとうございます。